はい、皆様お集まりいただきありがとうございます。林理歩です。そうですね、今日こうしてギネプロを通させていただきまして、この後初日を迎えます。ギネプロがとっても楽しくて、稽古場で通すことはあったんですけれども、一番ワクワクする、投資をできたなというふうに思います。緊張感のあるご時世ですし、来てくださる方もきっと慎重な気持ちで、今日劇場に来ていただくと思うので、そういった皆さんの気持ちをほぐしていけるような、ステージになってるんじゃないかなと思います。最後まで、頑張りたいと思います。ありがとうございます。スルメが丘は物語の登場人物が生まれる世界ですけれども、皆様の好きな物語はありますでしょうか。緑のように物語の世界に入るとするなら、この話に入ってみたいという作品はございますでしょうか。さやちゃん。私はそうですね、私は昔からストーリーとかではちょっとないんですけど、小さい実寸大をギュッてしたものがすごい好きなんです。ミニチュアのものが。だからシルバニアファミリーのお家で暮らしたいっていう夢があります。すごい話飛んだね。すみません。でもちょっとおとぎ話、ファンタジーかなと思って。さやし物語だね、じゃあ。ちっちゃいなんか、でも確かにちょっとシルバニアにいるかもって思えてきたかも。なんかね、ちょっとなんか触ったらふさふさしてる。そう、ふわってしてるし可愛いし、ミニチュアで欲しいかも。フィギュア。